レンドイロア,アウグストセサルレンドイロア、スペインの政治家、弁護士。1945年6月6日、ガリシア地方のアコルーニャ県コルクビオンに生まれる。国民党所属の会議員、アコルーニャ県議会議長を歴任。プロサッカーリーグリーガーエスパニョーラのクラブデポルティーボラ、コルーニャ会長。1988年、デポルティーボラコルーニャの会長に就任。 それまでデポルティーボは弱小クラブに過ぎなかったが、レンドイロは優れた交渉力と豊富な資金力をクラブ強化につなげていく。1991年にクラブはプリメーラディビション昇格を果たし、1998年に就任したハビエル・イルレタの下でクラブは全盛時代を迎えた。リーグ制覇。 コパデルレイ優勝5シーズン連続の UEFA チャンピオンズリーグ出場などスーペルデッポルと呼ばれる黄金時代を築いた GK フランシスコモリーナ MF ファンカルロスバレロン FW ディエゴトリスタンラを擁し攻守にバランスの取れたチームはユベントス FC や AC ミランなど欧州の競合と互角に渡り合ったしかし戦術のマンネリ化や選手の高齢化 育成施設の建設等による負債などによりクラブの成績は下降現在は下部組織の充実に努め、ミゲル・アンヘル・ロキーナ監督による研修速攻に基づくチーム作りが進められている。2013年に破産申請、チームも二度の二部降格を経験するなどを苦しむ中、2014年1月に会長を退任した。ありがとうございます。